おはようございます。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。30日土曜日の天気をお伝えします。まずは西日本です。今日は日差しの届くところが多くなります。山陰や近畿北部では束の間の日差しにほっと一息つけそうです。ただ西から近づく前線の影響でゆっくり天気は下り坂。九州では夜に雨がぱらつく可能性があるため、今日は早めのお帰りがおすすめです。次に東日本です。日本海側で雲が多く、新潟県や山沿いで雨や湿った雪が降ります。雪の積もっている地域では路面状況の悪化にご注意ください。関東甲信東海は晴れて穏やかな空が広がります。明日は天気下り坂となるので、今日の日差しを有効にお使いください。続いて北日本です。引き続き雪の降るところが多くなります。東北日本海側や北海道オホーツク海側では雪が強まる恐れがあるため、積雪の増加にご注意ください。太平洋側は変わりやすい天気で日差しが届いてもにわか雪の可能性があります。以上、30日土曜日の天気をお伝えしました。皆さん素敵な一日をお過ごしください。